ルドルフ・フォン・イエーリング、1888。ルドルフ・フォン・イエーリングは、ドイツの法学者。1872年に出版された、権利のための闘争の著者。近代社会学的な法学の礎を築いた、歴史学派の学者として出発したが、後に、法学者として、方向転換する。1818 18年8月22日煽り日で、法学者の家に生まれた。 彼の家系については、東フリースラント地方において、1561年まで遡る記録が存在する。1772年には、同地方のある町に、彼の先祖の一人にちなんで、イエーリングスフェーンという名前が付けられている。1836年ハイデルベルク大学に入学し、その後ゲッティンゲン、ミュンヘンでも大学生活を送り、 1844年に、ベルリンで博士号を取得している。多く支持してきた中で、GF プフタに受けた影響は大きかったようである。ベルリンでは、博士号を取得後も引き続き私、講師として、公開講座を担当した。その時のテーマであったローマ法の精神は、イエーリングの生涯を通しての研究対象であったと、言える。バーゼル大学、ロストク、キール。 ギーセンで教授職を歴任した後、1868年にウィーンへ移り住んだ。かの有名な、権利のための闘争なる講演が行われたのもウィーンである。この講演は出版後2年間で12版を重ね、26カ国語に翻訳された。本文によると、権利に関してこう書かれている。己の権利を明らかにすることは、 すべての責任能力のある人間の自分自身に、とっての義務であるとする彼の主張には、彼の確固たる性格、正義感の強さ、そして彼の方法論と論理が現れている。彼の講義は、学生に限らず、様々な職種の社会人やかなりの行為にある管理に、至るまで、大勢の聴講者が詰めかけるほどの人気であった。その社会的地位は、ウィーンでは、 オーストリア皇帝によって、末代まで続く貴族の称号を受けるほどであった。1872年、大都市での生活が次第に煩わしいものとなったらしく、昇平を受けて、ゲッティンゲン大学へと移り、その後ライプツヒアハイデルベルクからも昇平があったにも、かかわらず、1892年9月17日に、生涯を終えるまでゲッティンゲンで過ごした。ゲッティンゲンでは、 亡くなる直前まで活動を続けていた。彼の外見は中世で、髭は綺麗に剃られ、着こなしは昔風、快活で人の良さが滲み出ていた。彼の人柄が最もよく現れていたのは、彼が催す身近な人々を自宅に招いての艦隊の場であったようだ。イエーリングは民法のドグマの中で契約以前に発生する賠償責任を 発見した人間として知られている。イエーリングが19世紀後半学術上もたらした功績は方法論的には全く違ってはいるものの同世紀前半のフリードリヒカール・フォンサビニーのそれに近いものがある。イエーリングの学術的発展に特別な寄与をしたとして特に強調されるのは彼の法理論上の転換であろう。未完で終わった。 各発展段階におけるローマ法の精神の初期の時点では、イエーリングは歴史学派の姿勢にのっ,とったシステムを提示しており、そこでは概念法学が決定的な役割を果たしている。しかし、この著作の3巻目に入るとすでに、イエーリングの視点は権利を社会学的に考察するものへと移行していく。イエーリング本人の弁によれば、 ビントシャイトに触発されて同じ立場を取ったものであるというが、当時のドイツ法学会は、まだ、サビニーのカルト的とも言える、影響下にあった。そのため、既存の法学に対して付け数の分野を認識し、新しいシステムを構築するようにと説く、まだ年若い教授、イエーリングの試みは、既存の学派からは、横目で見られていた。彼の新しい視点は、 法における目的の中でより詳細に解説されているが、この調査も未完に終わっている。彼の見方によると、法とは、秩序をもたらし、利益衝突の機会を最小にすることで、個々人の、そして社会的な利益を守るという役割を果たす。権利のための闘争とともに、彼の知性、そして彼の個人主義的見解が、色濃く現れている論文である。しかし、 彼の才能が余すところなく発揮されているといえば、1870年に出版された日常生活の方角であろう。彼の講義の大部分はローマ法の問題点を扱っているが、これをまとめたものが1847年はじめに刊行された判決文抜きの民法事例集である。その他の彼の著作としては、占有論についての論文集。 さらにこれとは別に、戦友の意思もあり、1891年に、刊行された、国家学賞辞典の中の、戦友に関する記事については、特にカール・サビニーによる概念を、戦友の定義とする人営と対立して、当時代論争を巻き起こした。ありがとうございます。